です、はい、去年の6月、はい、16日生まれ16日生まれなんですね、はい、優しい海、はい、優しい海と。え、誰がつけたんですか。特に名前はそんなに考えてなかったんですけど、うんうんうん、なんかお互いなんか海はつけたいよねみたいな、ゆうか優しいのつけたいよって言ったで、なんか海も確かに行ってなって、もうほんと5分ぐらいで夕日に行って、名付け会議は5分です、はい、なんかこう自然にちなんだ名前もいいよねって、いろいろ候補はちょっと自分なりにお互い多分ね考えてはいたんですけど、ほんとぴったりだなと思って。お父さんは出身が、はい、和歌山、和歌山、大阪、はい、大阪、和歌山、大阪でも、この子は四万十、四万十です。そう、はいはい、ね、そう言われたら、あ、なるほどなっていうのが、そうそうそう、そう、島の子ね、島の環境を知って育っていくんですもんね。島生活、今3年目そうです、ちょうど3月で、まだ3年が経ったので、ね、はい、今4年目です。だいぶ慣れ、まあだいぶ慣れたというか、もちろん慣れたでしょうけど、はい、うん、ね、当然変化あったのは、この子生まれたのが変化あったんでしょうけど、うん、はい、うん、そうね、な、うん、サベンの生活にも慣れて、サベンの生活にも慣れましたね。サベンの人と仲良くやってますか。はい、皆さん本当に優しくて本当になんか集落の子供じゃないですけどね、うん、本当に皆さん喜んでくださって、うんうんうん、もういつも顔見に来てくださったりとか、うん、あ、そう、行ったり来たりする時に寄ってくれます。そうです、そうです。へえー、ありがたいことに、うん、はいはいはい、お家いたらこう赤ちゃんいるって言ってこう、うん、あの来ます、はい、来てくださって、で私はちょっと存じ上げてなかった方だったんですけど、主人とは知り合いで、でなんかこう集落みんなの子だからねって言って抱っこしてくださったりして、ね、そう、ね、なかなかやっぱりこう自分たちの親に簡単に会えないので、その本州にいるから、だからこうやってこうすごい構ってくださる方がいるのは、なんか友人にとっても私たちにとってもすごい嬉しいし、ありがたいなって思います。本当に島に自分たちの親代わりで、この子のなんかおじいちゃんおばあちゃん代わりの方、代わりっていうんですかね、うんうん、そういう方が皆さんやっぱりいてくれるので本当にありがたいなって、うんうん、移住してよかったですね。いや、もう本当もう 200% 200% 一番良かったのは何ですか。移住して移住して一番良かったのは、やっぱなんかその自然と暮らしの距離が近いところですね、うんうん、なんか都会だったら自然味わいに行こうと思ったら、ちょっとやっぱそれこそ気合い入れて出かけるじゃないですか、うん、でも今って本当なんか暮らし、自然の中に暮らしがあるみたいな感じで、ちょっと本当海に散歩行ったりもできるのが一番いいなって、うんうんうん、ね、もちろんね、うん、一緒にこの子と遊べるのもそうだし、うんうんうん、なんか日常の幸福度がすごい高いですね、日常の幸福、それに僕ら気が付いてない、うんだから3年経つけど、未だにいつも通る道なのに、うん、ああ海きれいってこう見とれながら行くし、うん、きび畑を通るのも楽しいし、うん、なんてない道もなんか幸せだから、買い物行くだけでも幸せになるし、だから移住の、はい、お仕事してるじゃないですか、はい、どうですか今、徳之島移転まちづくり労働組合という、うん、移住の支援と地域 の、 事業者さんの人手不足解消という形で、はいはい、労働者派遣事業をしているんですけど、で今がちょうど2月から2人移住者の方が来てくださって、うん、で5月からもう1人来てくれるって形です。でちょうど2月からは、じゃがいもの収穫時期だったので、うんうんうん、じゃがいも農家さんのところに派遣させてもらって、はいはいはい、今はまた違う介護の事業所と保育の事業所に行ってもらってます。その季節ごとに本当にもういろんなジャンルですね、はい、そうです。仕事は都会から、お仕事で来ていただいて、はい、でその人たちにお仕事紹介をする。そうです、そうです、そうですね。移住の支援、移住者の支援って形で移住したい方のまあ相談に乗って、うんはいはいはい、で仕事はうちのその会社でなんか働いてもらって、その派遣っていう形でさせてもらって。今何人ぐらいいらっしゃるんですか。じゃあ今がその社員さんが2人今いらっしゃっていて、はいはいはい、で5月からもう1名増えて3人になります、うん、幸せですね。幸せですね。幸せですよね。酒の魚いらないでしょ。いやなんでわかるんですか。いや、そうです多分ビール1本あったらもうずっと飲めるでしょ。ちょっとずつ、はい、ポンポンポン3本ぐらいいつも言ってます。こう夕見ながら飲めるって本当に家帰ってももちろん飲むんですけど、うん、まあ
彼女とかが お風呂ね行ってる間とか、まあ、見るじゃないですか、うん、だからもうこう飲みながら見るんですよ、うん、本当弓を当てにして、はいはい、弓当てにして可愛いなって思いながらなねえ本当に何とも言えないですよねこの空気感が。そうですね、うん、生活で一番変わったのは当然もこの子中心で全てが。そうですそうです、そうでしょ、うん、はいはい、朝起きて夜寝るまで、うんうんね、よくもあるも中心で。いやいやいや、でももうそうですよ、そうなんです、うん、それでも本当僕たちこっちに、うん、なんていうんですか、まあ両親もいないけど、はいはい、やっぱり大変さもあるんですけど本当いろんな方にこう助けてもらってる、うんうんうん、っていうので、うん、まあ、大変ではあるけどやっぱりすごいなんか人のありがたさというか優しさになんか感じる機会が増えたなっていうのが、向こうのおじいちゃんおばあちゃんはテレビ電話でお話したりして、そうですよね、今の時代はね、はい、定期的に、ね、うちの両親とかがもう切りたくないのが分かるんですよねそうね、なかなか会えない、そのうち話しますよ。ああ、そうなんですね、うん、楽しみに。そのうち和歌山に一人旅してきます、うん、本当ですね、いや本当に飛行機乗って、うん、飛行機乗ってリュックを背負わせて、うん、島は多分今伊仙町の人口が6000人ぐらいかな、当然減ってるでしょうからね、20年後は島自体も半分ぐらいになってるんですかね。あ、なってるでしょう ね今1この数年で2000人ぐらい減ってますからね。うん、うん、2000人ですね、うん、だから、うん、まあまあ人口がね少なくなってない地方というのはないと思うんですけど、うん、じゃあどうやって人をね、うん、いっぱい来てもらって、うん、 そうですよね、その土地の人に、徳之島の人がもう実質少ないわけですから、うん、アイタンの人だったりね、うん、移住の人をやっぱり迎えないといけないと思いますよね、うんうんすごい、いいねこれ見たらじいちゃんばあちゃん喜ぶわ多分絶対やっぱりこの子が多分何歳かまでこっちでこの過ごした名言体験みたいなのが多分絶対残るじゃないですか、うん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 、だから本当今のうちになんかもうどん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 島をこう味わってもらって、うんうん、もういざね離れるか分かんないですけどやっぱまた多分ね帰ってきたいってこうなんかね思えるような、うん、そういうなんか環境は作ってあげたいなっていう、うんうん、もう本当いろんな体験を、うん、一番何を体験させたいですか。いや私も、あ、いいよ、どうぞどうぞ。一番っていうかもう本当島の暮らしを存分に全部味わってほしいっていうか一緒に味わいたいってすごい思います。あのこの子が生まれた時に丸野さんが、うん、あのおっしゃってくれたあの。のがその私とか賢治さんは移住者だけど、うんうん、この子は島で生まれて島の子だからねっていう言葉がすごいずっとあの心にあって、うんうん、だから島のこの文化とか、うん、なんか文化とかで言ったら生活とちょっと離れた感じになっちゃうんですけど、うんうん、じゃなくてちゃんと生活の中でこの島の歴史とかこう受け継がれてきたものとかをなんかこう本当に当たり前に暮らしの中で一緒に味わいたいっていうのはすごい今思ってて、だからそれこそ島口とかもなんかこの子に覚えてほしいっていうか一緒に学びたいし、三線も一緒に島唄も一緒にしたいし、でもだからもっとこう徳之島に入っていきたいなって今はこの子と一緒に思いますね。だから多分この子が大きくなって自分の意思でいろんな物事を選べるようになった時もやっぱり島がいいとかそういうのも自分でこう自然に思ってもらえるような環境をこう提供できたらいいなってはすごい思います。はいはい、うんですよ。そう考えると本当になんかこっちでその文化だったり自然だったりこの子が経験できることがやっぱり本当に多いなと思って、うん、都会で実際そのもしじゃあ2人とも移住しなくて都会に住んでて子育てをしてたらって考えたら、うんうん、まあ、近くにね、1時間2時間とかで両親がいたりはするんですけど、はい、じゃあそういう昔からのお祭りとかを人と一緒に共有できたりとか、うんうんうん、なんかそういう経験って多分なかったじゃないですか、うんうん、だから本当になんかそういうのが味わえるのがいいなな、元気元気元気ですね。
いくらでもこう時間を見てたら、はい、いくらでも過ぎちゃいますね。もうあっという間でしょ。本当にあっという間に、ね、ずっと見てられますどうしますかこの子って言って、お父さん臭いとかって言って今から思うんですよ言ってる手間の後ろでってこんなひっついてくれるの、ね、匂いとか洗濯物とかよく聞くじゃないですか。だからもうお母さんお父さんのパンツと一緒に私の洗わないでとか言われたらどうする。今から僕の匂いが好きになるようなことかそのすり込みすり込み海外って何カ国回ったって言いましたっけ。私は20何カ国か回って、僕は数カ国ぐらいです。海外で、あとはもう日本、もう島ですね。島を 60数島ぐらい。すごいね、はい。この子に望むことは何ですか。望むこと、そうですね、なんかアバウトすぎてあれだな、はい、でも本当月、僕は今パッと出て本当月並みなんですけど、本当もう元気であれば何でもいいかなっていろいろ多分、ね、欲は出てくると思うんですけど、ね、本当もう元気で走り回ってくれたら、ピアノも習わせたい、スポーツもさせたい、もしかしてそのうち学習塾も行かせたい、いっぱいあるでしょうね。あ、でも習い事何させたいを特に出てこない。本人がしたいものをさせたいんですよ。させてあげたい。本人がそのうち友達があれやってるからしたいとか、ダンスをしてるからダンスをしたいとか、いや何に興味を持つんですかね。何でしょうね。何かしたいって言った時に、なんかこう島だからどうとか、島歌したいっていうかもしれないしね。ああそうですね、なんかこう島にいることを制限にならないような、なんか環境、にはしたいなって思います。選択肢こういっぱい選べるような環境には置きたいなと思った、よいしょ。ご飯はどっちが作るんですか、いつも。ご飯はもうゆかりさんの方が。お母さんが、はい、この子生まれる前までは家事分担してて、ケンジさんがご飯作ってくれてたりして、今はもう仕事が忙しい。そうだね、はいはい、ゆかりも今家にいるので、はいはいはい、その辺もちょっとお願いして。そうですね、それもやっぱりなんか島の地のものとかをこう食べれるのはすごい嬉しいなって思います。まあ、離乳食とかするから余計にこうちょっと添加物とか気にしたり考えたりするんですけど、そういう時にやっぱり畑でこう無農薬で取れたお裾分けいただいたりするとなんかすごい安心するし、土地のもの食べれるって嬉しいし、なんか本当この子を通して自分のこう暮らしもなんかすごい見直して、自分たちが食べるんだったらまあちょっとスーパーでちょっとしたものを買ってきてささっと済ませばいいなと思ったりする時もあると思うんですが、この子が食べると思ったらね、そうですね、ちゃんとしたいし、でそれでちゃんとしようと思ってそういうのを作ったらやっぱりすごい美味しいんですよね。なんかだから味が違います。違いますね、島のものってやっぱり味違います。濃くない濃いね、味がやっぱりしっかりしてるし、なんか島のが特に美味しいって感じつつ、なんかやっぱりこうそうじゃないものが美味しくなく感じるというか、なんかちょっとこうなんか作り物の味に違和感を覚えるというか、なんかそのまんまでも美味しいですか。まあ、そのまんまというか素材そのままの味、まあ例えばちょっと味付けをしたら濃く味付けしなくても、塩だけでいいの。だからあのいろんな野菜をお鍋にぶち込んでこう湯がいて、この子の離乳食にするんですけど、残ったものに野菜スープしようと思って、本当にその徳之島の塩だけ入れたら、もうコンソメとかなくてもすっごい美味しくて、ね、本当に塩だけで美味しくてするし、なんかそういう贅沢ができるのが、いいですね。あと食べさす時もあのちょうど時期だったのでタンカン、タンカン好きだったんですよ。ね、本当あとバナナ食べるにしてもね、島バナナあるし、なんか食の部分でもそのなんか安心できることやっぱ多いですね。食べれるものも多いし、歩く瞬間を見たいですね。歩く瞬間、歩く瞬間に立ち会えたらいいね、お父さん。ね、確かに。ある日突然すっとと立って、ポッと倒すね。そうなんですね、立って、いや、そうなん、立っていきなりほら、あるわけじゃないから
立って座って、そうそう繰り返しながら、その瞬間見たいね。いいよ、あとどうする、彼氏ができたら。女の子って分かった瞬間それが結構ポッて出たんですよね。あれ彼氏連れてきたらめっちゃ嫌やなってしょうがないもんね。しょうがないよ、それ。楽しいんですね。それが楽しい、そう、それが楽しいんですよ。こうやってずれるのが楽しいんですよ、ね、うん、泡が出て、いやー、もうじいちゃんばあちゃんこれ見てるだけで多分嬉しいはずです。ずっと繰り返して流すんでしょうね。YouTube そうそう、マルモさんの見て何にも言わないでこうして見てるだけでいいですよ。あ、そうだ、はい、せっかくだからちょっとおじいちゃんばあちゃん見てるよ多分。見ます、見ます、ね、おじいちゃんばあちゃんに挨拶してください。あ、ほら、何、おじいちゃんもおばあちゃんもおじいちゃんもおばあちゃんも、はい、はい、どっちのおじいちゃんおばあちゃん、両方、ひがりさんの方、ケンジの方、両方、両方に向けていいんじゃない、じゃあ両方に向けていいんじゃないのかって、若いのかって。じゃあ行きましょう、せーの、関西にいるだね、はい、はい、関西にいるお父さんお母さんお元気でしょうか。私たちとゆみは元気です、元気です。バイバイ。また遊びに来てください。待ってます。バイバイ。バイバイ。そうそう、バイバイ。バイバイ。そう、バイバイ。バイバイが、ね、すごい、バイバイできる。でもできる。やった。バイバイ上手。バイバイ上手。いやー、もうこれだけで最高ですよ。